それは感覚ないでしょ。え、何してるんですか今。今消毒液を塗ってる、うん、あ、塗ってる、うん、塗ってるだけ。微振動は来ますよ。微振動は来る、うん、皆さんこんにちは。現代のもののけ姫ことまこです。今日はシュセルクリニックさんにやってきまして、前回、幹細胞の培養をこう動画で配信したと思うんですけども、それを投与する日がやってきました。まあ、後でから説明もあると思うんですが、点滴の投与とあと局所背中からの投与2つを行っていくので、結構ちょっと、長時間にはなるんですけど、まだまだこれから入れるんだっていう実感が正直なくて、うん、どんな感じになるのかも本当に想像つかないですし、ただちょっと楽しみっていうのは本当にあります。今回も投与のその流れっていうのを初めから最後までその投与してる時の施術っていうのか手術っていうのかな、それも全部見せていくので、ぜひ最後までご覧ください。はい、では頑張ります。はい、で今回は幹細胞投与初回ですので、はい、静脈投与は様子を見ながら30分から40分ほどかけて落としていきます、はい、でその後は30分ほど安静にしていただきます、はい、で安静した後に問題がなければリハビリをする予定になっております、はい、でリハビリ後もまた安静を取っていただいて、問題がなければ幹細胞の局所注射を行います。で局中の後もまた30分ほど安静にしていただいて、最終的な体調のチェックをさせていただきまして、問題がなければ本日は終了となります。はい、血圧は123-73です。はい、問題ないですね。はい、どうもこんにちは、初めまして、理学療法士やってます福田と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。再生医療のリハビリに関しては、うん、基本的にはまあこの脳からこう筋肉に命令出すのが脊髄にあるんですけれども、その道路といいますかね、その道路を再建できるかどうかっていうところにフォーカスを置くので、はいはいはい、それがまあ再生医療後にそこにその修復しようみたいなのがいろいろ集まりますので、そこでそういうようなリハビリを積み重ねていくと、道路がもっと太くなったり、うんうんうん、もう一本横に道路ができたりとかの可能性がある。わかりました。よろしくお願いします。はい。ちょっと緊張されますよね。大丈夫ですか？大丈夫ですか？よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい。失礼いたします。先生の診察ですね。はい。あ、こんにちは。今日はね、台本の投与ということで。はい。どうですか、お気持ちも。いや、全然緊張もしてないし、で、わかんない、こう近づくにつれてね、なんかって思うのかもしれない。まあ、ぜひ良くなっていただきたいなというふうな、はい、ことで頑張ります。まあ、今日は生術はね、2つやるんですけれど、あと1つは幹細胞点滴で、ね、入れていこうですね。局中注射のところって、うん、ちょっと怖いなとか思ったりしてます。若干 でもなんかね、やっぱこう、うん、より真剣にしてるというか、そうだね、そういうところがあるので、うん、ちょっと 不安感は、まあ、ゼロではないですね。そうだね、まあ、点滴とかはね、普段してるからあるけども、はい、で局所注射はですね、はい、一番リスクが低くて、うん、なおかつ有効な方法を、うん、選びました。でどういう方法かっていうと、はい、うつ伏せになっていただいて、はい、仙骨っていう骨があるんですけど、はい、仙骨の下のところに、うん、あのからお薬を入れていきます、はい、で量もですね CPC の方とよく相談をしてですね、頭痛のやつに対して、極めて影響の少ない量、うんうん、初回投与なので、はい、なるべくですね、ご負担のかからないように、うん、その量に決めました。はい、損傷部位っていうのが、うん、まあ、8なんですよね、うん、でその下の部分のところに対して、うん、この準腸間膜神経ってね、下腸間膜神経こうあるんですけれども、はい、まあ、こっちの上の方の部分っていうのが基本的にこの、まあ、あの腸の方ですね、うん、まあ、排便機能とかそういったものですね、うん、でこっちの方が、まあ、膀胱の方の支配領域になってからなんですよ、うんうん、
まあ、それがまとまってこの骨盤神経層っていうねところに入ってるんです、うん、でここが要するに、まあまあ、S の1番から5番ぐらいのところ、うん、ここのところっていうのは排便とか排尿とかねおしっこを出したり便を出したりとかね、うん、そういうのも非常に大事な神経がいっぱい詰まってるんですね、うん、なのでここに、うん、今日は細胞ちゃんを入れます。はい、この局所注射についてのご一緒いただきたいので、はい、内容をお読みいただいてこちらにサインをお願いいたします。2部待ってるのでコメントもお願いいたします。はい、ちょっと作っとします。痛くないよ、痛くないよ。肝細胞は入ってます。増えてる感じしますか？ないよ。入ってるっていう感じもしない。その一袋分が今日入れるんですか？そうですね。でこっちはただの点滴？そうですね。なんかねやってる感ないね、点滴だと。腕見えない。腕見えない。見えますか？はい。そんなでもグロくないっすね、やっぱり点滴。肝細胞の点滴投与が終わって今は安静タイムです。全然気分は悪くないし変わりがない感じですね。ずっと今は一人です。これから30分安静なので、暇なので携帯バチバチって感じですかね。いやー、それでは改めまして今からスタートという形ですけれども、はい、ではですね、初めにどういうことしていこうかなというのは、少しお腹から、まあ、この辺の感覚ですね、シャッペンとかで少し取って触れるぐらい。本来これ安全ピンとかでやるんですけど、そうすると一番怖いので、シャーペンのですね、安全ピン刺すの？刺しはしないんですけど、この皮膚がですね、このこうやってへこむぐらいですね。結構刺すと拷問になってきますね。痛くないからって刺すの？そうですね、これ痛て一発ですね、これ丸、はい、オッケー。なるほど。右側でいきます。はい。はい、もうちょっといってみよう。はい。え？ちょっと逆でやりますよ。これ。あ、そっち点か。あ、そうですね。素晴らしい。これ。丸。オッケー。点、なんかね、ちょっと休憩しましょう。違うの。はい、点の方が、はい、やっぱグッと。やるのを躊躇してる感がすごいあって圧の強さが突き抜けちゃうんじゃないか。点はなんかこう、ね、はい、優しくなって、うんうん、その点を感じるよりっていうよりは、はい、この布がこうちょっと下がったなって言って感覚で、でちょっと強くやってって言うと、はい、と分かる感じ、布からつこってこない。 OK です、 OK です。ちょっと布分も加味してやります。わかんないよ。OK です。外。おー、素晴らしい。では、これは？うち。OK、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、では、ありがとうございます。また、金曜よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。で、今から
うつ伏せになりますね。手を失礼します。手を持っていくので、じゃあ、力抜いてて大丈夫です。で右向きます。じゃあこれ刺すときはもうそのままツコって刺すんですか？おお、わかるかな、刺されてんの。瞬間です。もう一本いきますか？一本見えるか？うわ、感覚ないでしょ。え、何してるんですか今？今消毒液を塗ってる、うん、あ、塗ってる？あ、うん、塗ってるだけ。微振動は来ますよ。微振動は来る、うん、痛いとかありますか、うん、え、刺してんの？刺してるよ。ゆっくり手入れてます。全然わかんない。うん、わかんない、うん、わかんなくていいです。わかんない。はい、終了です。あっという間だ。そんなに負担ないでしょ。え、全然何もない。もうなんなら寝そうなくらいの勢い。うつ伏せで気持ちよくて、はい、もうやっぱ負担のないように、はい、点滴が一番痛い。全然見えてなかった。え、全然なんでもない。もう実感ない。あっという間すぎて、あ、もう終わったっていう感じです。痛みもなかったですか？全くない。すごい。こんな感じでバイタルチェックされながら休憩になります。はい、ということで、一応すべての工程手術が終わりました。さっきも言ったけど、本当になんか別に、まあ、点滴はね、点滴の痛さがあるけど、入れられてる感覚っていうのはやっぱないし、あと局所っていうのも麻痺してるからこそ、まあ、刺されてる感じもそんなになく痛くもなく、本当にあれあっという間なのっていう感じでした。まあ、これただ体は、うん、なんかすごいポカポカして、実際、体温計測ってもやる前とやった後では、36度6から37度4くらいまで上までは上がったので、それってなんかこう体が反応してるのかなっていうのが、ちょっと自分の中で、感じた感想です。まあ、今後あさってですね、一回とリハビリする場所に行って、ちょっとまた体を動かして、一日一日自分の体の変化を自分で感じながら、どういう感じになっていくのかなっていうのはすごく楽しみですし、こう変化があったり、そういう逐一そういうのも今後は撮っていこうかなというふうに思います。で、また改めて今後の流れっていうのをまた違う動画で出すので、皆さんそちらもチェックしてみてください。はい、ということで今日はこんな感じで、この動画が役に立ったな、いいなと思っていただけたのであれば、ぜひいいねボタンと、あとはチャンネル登録をよろしくお願いします。では本日も最後までご視聴ありがとうございました。